ちゃ。こんにちは。はい。豊さん。はい。今ツイッターのトレンドでも京田選手と糸原選手の名前がいつも上位に上がってたりするんですよ。京田流行語大賞になるの。今年の。今年の1年。京田京田って何回聞いたかな。結構ですよ。プロ野球の流行語大賞ですよね。なんかね、何日前か何週間前かにいきなりですよ、ツイッターで京田選手と戸柱選手の名前が同時に上がって、2人が実はトレードするっていうのがいきなり上がったんですよ。これ豊さん、なんか聞いてません？いや、それちょっと、ちょっと、豊さん、いつもの、これは、いやいや、でも、俺はそれを見たときに、あ、これは現実的じゃないなと思ったよね。あ、それはどうして？これは、峰が出ていくっていうのに、はい、もう一人のキャッチャーを出せないよ。そうですね。うん、今、糸光選手と戸柱選手、うん、そうで、まあ、ドラフトされた松尾っていうのもいるし、はい、まあ、ファームでは山本っていうのもいるしね、うん、だから、まあ、少し手薄なことは手薄なんだよね。そうですね。まあ、ミネがいなくなるっていうのはね、はい、まあ、いなくなるかどうかはまあ分からないけども、はい、まあ、いなくなったとしたら本当に手薄になっちゃうということから考えると、うん、まあ、これは戸柱出せないだろうってこうやって見たときに、あ、やっぱりそう思ったんですね。と思ったよ。うん、だから現実的でもないし、まあ、仮に変えたところで森を育てなきゃいけない、牧がセカンドにいる、で大和もいる、柴田もいる、でもうそうなってくると使うか、まあ、京田はねちゃんとやれば本当にレギュラーを張れるぐらいの能力は持ってると思うけども、あえているかなっていうのね。ああ、私は DeNA ではない、戸柱選手ではないと思うよ。でも京田選手のやっぱ名前が上がるっていうことは、はい、まあ、ファンも新天地でやった方が、まあ、京田選手例えばいい成績残せるんじゃないかとか、もうそこまで心配されてる。まあ、土田選手が今出てきてるので中日っていうところなんですね。いやだけど土田よりは京田の方が全然今の段階では上だよね。はい、それはまあ土田っていうのが経験を積んでね、うん、これからどういう成長を見せるかどうかわからないけども、はい、それはまあ今の現時点では京田の方が全然上だよね。そうですね。だから京田選手の名前が出てもやっぱりトレードになってないってことが中日の中で必要な選手だからっていうことなのか、他のチームとなんかこう交渉がスムーズにいかないんじゃないですか、ね、だからまあ京田を高く売りたい、うん、でも釣り合う人間がいないとか、あ、そういうことか、あ、そういうことでもあるし、うんうん、やっぱりね日本人ってケチなんだよ、うんうん、基本的に日本人はね、うん、でやっぱ同等か上を狙うんだよね、まあ、そうですね、欲しいと、ね、いやそしたら嫌だみたいな、うん、いやそれじゃもう全く何も成立しないから、はい、いや身を削っても、いや絶対この選手が欲しいんだっていうようなトレードだったらね、うん、いいけども、まあ、とりあえずなんか環境を変えてやらせてみようとか、うん、この選手が取れるんだったらっていうトレードだったらあんまりやらない方がいいよ、ね、これ中日の京田選手クラスだと豊さん的にどの選手、他のチームのだったらトレードを成立する、いやだからその、まあ、例えば中日の京田を出す、うん、まあ、ホームランバッターが欲しいんであれば、はい、可能性としたら細川、 DeNA の、あ、はい、細川選手で実績から比べると、はい、もう全然違うよね、うん、細川の方がもう全く下だけでしょ、はい、だけど細川可能性があるよね、はい、で体なんかこんなになっちゃって、うん、どうしたのみたいな、ね、ヘラクレスみたいになってアメリカから帰ってきたけども、はい、だけどホームランバッターが欲しいんだったらそのクラスを狙うしかないよね。それは実績があってさ、ホームランも20本打ってますみたいな、ね、シーズン通してそんな選手と変えないよ他も、まあ、そうですよね。いやだから強打を出したい、ホームランバッターが欲しい、だから細川とか、はい、まあ、DeNA で言えばね、はい、そういう選手じゃないの。そうなってくる、例えばじゃあ森選手と京田選手、まあ併用しながら、森選手も例えば怪我がちだったら併用しながら、まあ、DeNA も、いやもうね、人を育てるときにね、もう併用っていうことを考えるとダメだよ、うん、あ、そう、中途半端にしか育たない、はい、だから長岡が成長したのはあれ高津監督が我慢強いからだよ、うん、もう信じるから、うん、いやもうこいつとも信じしてやろう、もう今年みたいな、うん、だから頑張れみたいな、そういうエールがあったと思うけども、まあ、俺が育った時も、はい、まあ、手前味噌でちょっと申し訳ないんだけどね、関根さんに開幕2試合目から使われたんだけど、はい、だからこれからもうお前を絶対外さないと、ただしお前いいか、
お前がみんなを納得させるだけの成績を残すんだぞって言われて、開幕2試合目からずっと使われたよ。で3割打ったんだけどさ、はい、やっぱ緊張感あったよね。でもやっぱり中途半端に使うとよくない、うん、まあ今年長岡も成長したのはやっぱりそういうことなんだと思う、うん、やっぱ我慢して使ってくれたというね、はい、恩に報うという。だからまあそこら辺は大事なことだから、森を成長させたいんだったらあれだよね。そうか、そうなるとやっぱ京田選手の出番がないですね。いやいや、だから本当にないよ。難しいですね、トレード。ただ外国人がどうかなるかわからないということを考えると、牧のファーストってものすごくうまいからさ、はい、でそこに強打を入れるとかセカンドにとかね、はい、そういうことを考えると取っててもいいよね。そうですね。でその代わり交換要員は自分たちが欲しいと言われてるキャッチャーじゃなくて、キャッチャーの次何が欲しいかって言ったら長打を打てるバッターなんでしょ、はい、そしたら細川とか、はい、それはもうしょうがないよね、うん。まあ、強打はある程度の数字を持ってる選手だけど、細川使ってみなきゃわからない選手だから、でもそれでもいいから変えてくれって言うんだったら、うん、それは変えるかもわかんない、ね、そうですね、あるかもしれないですね、うん、だから戸柱選手よりかは細川選手の方がまだ可能性的にはゼロではないよねっていうところですね。まあまあそうだね。あと阪神の糸原選手も、はい、まあ今の、まあ、岡田さんの体制になってからやっぱりこうちょっと出番がというか、まあそうだな、うん。まあ、ショートに小畑、はい、熊谷、あと渡辺亮選手、はい、で中野、はい、で、まあ、しのぎを削るよね。そうなってくると糸原の出番がないとすれば、はい、大山も買えないって言ってるしね、はい、そうなってくると、まあ、トレードっていうことになるよね。可能性はあるよね。そうですよね、糸原選手欲しいところって結構ありそうな気するんですが、まあ、なくはないよね、はい。まあ、オリックスさんがいいんだよ。おー、内野手ピッチャーと書いてくる。より強いのが来るよ、阪神に、うん、オリックスからピッチャーが。まあ岡田さん、あのオリックスとのパイプも強いしね。そうですね、うん、で関西同士だし、はい、だそんなリスクも伴わないし、瀬戸場で違うし、まあ、そうなってくるとやっぱあそこは、まあ、セカンドっていうのが決めかねてるしね。そうか、うん、とか、はい、糸原って速いボールに強いんだよね、うん、意外とコーンって打つんだよ、はい、だからパリーグ向きかもわからない。じゃあこれオリックスと阪神で、ね、もしかしたら可能性あるね。そうですね、うん、また余計当てますか。なんか降りてきたらいいな、オリックスと阪神のなんかピッチャーと変えてくれみたいな。ありますね、可能性はなくはないな。そうですね、うん、でオリックスのピッチャーってね、今剛速球のピッチャー多いですし、いいな、はい、日がなんか欲しいよね。くれないでしょうね。ひがはいい働きしたね。いや、そうですよ、日本シリーズでも。やっぱりベテランだな。まあそんな話じゃないんだよね。トレードですね。トレードな。で今シーズン日本ハムが結構3回ぐらいもうトレード人的でやって4度目やるんじゃないかとか、まあ、現役ドラフトが12月の9日なので、それまでにまたもうちょっと金銭人的あるんじゃないかと。まあ日本ハムはまあありそうだよな、ありそうだけど駒があるかなっていうようなね、そろそろ、まあ、そういうところなんだよね、はい、でやっぱり未知数の人間が多いから、うん、だからトレードにするのでもなかなかこう難しいところもあるしね。ありますね。ただファームもこう編成の人たちっていうのは見て歩いてるから、だからピックアップはされてると思うんだよ、はい、だから可能性としたらやっぱ日本ファームもまだあるね。俺はね、広島やったらいいと思うよ。広島、同じ方の選手ばっかりがいるんだよ、はい、アベレージを残して、はい、足がそこそこ速くてみたいな、うん、なんかね、ドカーンというのが欲しいよね。広島、例えばどの選手と、例えば他チーム、誰がいますか。まあ、なかなかやっぱパリーグになるだろうけどさ、はい、だから、なんていうの、マサゴとかさ、はい、トライアウト受けてたけど、はい、あんな取ればいいのになとか思うんだけどね。取らないんですか。取らないんだったらなんか同じようなさ、小柄ななんかちょこ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 してるね、うんうんうん、人が多いから。それと中村翔成、はい、まあ、例えば坂倉がキャッチャーを2000年する、相澤がいる、うん、まあ、そんなことになってくると出番は野手しかないんだよね、はい、野手じゃあれだろうと思って、でキャッチャーで困ってるところとか、どこですかね、巨人、まあ、例えばその西武でも、はい、ね、森が抜けて、そしたらキャッチャー一人でも欲しいんじゃないの、50人。そうすると人的で西武と広島で何かしらもしかしてあるか、とかね、あると思う。
ただね、地元の高齢出てるだけに、これがどうなんかなと思うよね。いや、だから地方ってそこら辺の面倒くささがあるんじゃないかなっていうような感じがするよ。やっぱ地元生まれで地元の高校行ってドラフト1位されたって、ドラフト1位だからな、はい、なんつっても、まあ、だけどやっぱ中村翔成っていうのはまあいいかもね。うーん、まあ、そこを考えなかったらね。そうですね、うん、で例えば今までどういうトレードがあったかっていうと、はい、例えば涌井選手が楽天に金銭で、あれ数年前ですよね、年末びっくりしたっていうのもありましたし、ただ橋本至選手が金銭で楽天に行ったりですとか、はい、ただ金銭も多いんですよね、実は。まあ多いよね、はい、だまあ枠の問題もあるしね、うん、だからまあ、FA で取るんだったら枠一つ開けなきゃいけないとかさ、はい、まあ、いろんなこともあるんだよね、うん、まあ、だから、まあ、1億上げるために金銭で譲るけどっていうような、うん、まあ、そういうことだよね。あとこれ12月9日の現役ドラフトの前までにやりそうですか、それともその現役ドラフト終わっても、いや終わっても続くと思う、動きはね。ただ決まるかどうかは別問題として、はい、まあ、球団は年内いっぱい動いてるはずだよ。この選手をどうにか売り手市場でもらってもらえないかなってことで、いろんなチームに例えばお話とか声をかけるんですか、その時って。うん、だから、まあ、金銭の時は向こうから来るよね、うん、そうですよね、あ、向こうから来るだけを待ってるという、まあ、トレードの場合は、まあそこにあの選手がいてここにはハマるんだけどなって、うん、ちょっと仕掛けてみるかっていうことはあるよね。あ、うん、だから今それが、ね、12球団で水面下でうまくいった例は表になってますけど、そうだね、破断してるものは破断してますもんね。まあ水面下ではいくらでもあるよ、話を振ったけど、いやそれちょっと勘弁してよってとか、そこは変えらんないよって、うん、じゃあ、分かった分かった、まあ、こういう電話もしょっちゅうやってると思う。そうなんですね。そう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 。じゃあ、 あの本当うまくいって成功した例の方が少ないってことですよね、破断の方が多い。まあ一握りだよね、あ、まあ、破断の方が多いよ、うん、あ、圧倒的に多い。そうなんです、ね、うん、だから長畑監督の時も何回も仕掛けたけど、うん、それは破談になってる。あ、それもどの選手で、逆に破談にしてる時も多いけどね。あ、そうなんですね、うん、いや梶谷が抜群の人気者だったんでトレードしてくれって。やっぱそうだったんですか、うん、来てました。まあ意味ここだけの話ね、はい、あ、もう言っちゃってるけど。そうですね。いやだけど、いやいや、まあ人気があったんだよ。だからやっぱり梶谷は出せないから、はい、全部破談になっていってなりますもんね。じゃあ梶谷選手やっぱ巨人が欲しいって言って取っていったので。そうだね、はい、だからまあ俺がトレードを仕掛けるとしたら今川を取りたいね、金銭でと、あの育ててみたい。あ、育ててみたい方ですか、うんうん、今川選手は日本ハム出さない。まあそうだな、ですよね。そりゃ出さないだろう、魅力あるもん。そうですね。いやね、今年まだね、年内あの日数ありますので、また大きな動きがあるのか。そうだね、はい、金銭なのか、うん、それが見てるか。まあそんなっていうのはないかもわからないけども、はい、まあありそうな感じがするよ。うん、であのここに名前を挙げた例えば京田選手だったり糸原選手だったり、やっぱカープの選手だったりが何か新天地に行くようなことがあるのか、 そうだね、その辺も、はい、ちょっと注視していきたいです、はい。